that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. 旅する勝間だけ。どうもコウスケです。今日はですね、後ろにありますアメリカのキャンピングトレーラーをご紹介させていただきたいと思います。はい、ということでオーナー様のご紹介でございます。新田さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はですね、前回あの金井さんのキャンピングトレーラーを、レビューさせていただいて、金井さんですね金井さんのね、キャンピングトレーラーをレビューさせていただいて、その、金井さんのお友達ですね、はい、金井さんを買ったのを見て急に欲しくなっちゃった急に欲しくなっちゃって買うもんじゃないですけどね、はい、買っちゃったということで、はい、今回ですね、RV グラウンドナスさんでオフ会やらせていただいてるんですけども、そちらで今日はね、あの遊びに一緒に来ていただいてありがとうございます。初めての遠乗りです。あ、本当ですか、はい、安全に楽しく来れました。良かったです。ではちょっとね、ご紹介を今からさせていただきたいと思います。旅する勝間岳。新田さん、こちらのキャンピングトレーラーは、はい、フォレストリバーでしたっけ、はい、そうです。フォレストリバー社のウルフポップっていうのリミテッドっていうバージョンのお車ですね、はい、結構コンパクトな一軸で、でも横幅は 2m50、35ですかね、 2m35 で、はい、で一軸 で長さが、7m10、はい、でそこまでアメリカンとしては大きくないサイズですよ ね、 すね、だけどスライドアウトもついていてみたいな感じでございます、はい、前にですねガスが1個、これ8キロ缶、あ、10キロ、いいっすね10キロ、はい、そうですね、これ2個積みにする予定とかはない、とりあえず1個でやっていこうかな、まあ、トラックに1個積めるんで、確かに、で、はい、10キロが2個持っててみたいな感じ、はい、でバッテリーが1つ、バッテリー1つちょっと不安な感じですか。そうですね、発電機と、発電機があるから、ポタ電が2つ、すごい、ポタ電も結構デカめのポタ電ですか1000ワット2つ買ってすごいっすね、はい、じゃあもうそれで大体賄えちゃうっていう感じですね。でこっちが、ボイラーついてて、シティウォーターと、これは給水ですかね。給水です、はい、で外部車がこちらについてると、はい、ここになんか気温のやつ貼ってますね。これそうです、気温こっちで中から見る、外からつけてあるんですけど、中で見るとっていうことなんですね、はい、あ、そういう面白いで、ここがスライドアウトがついているという感じです。で給電があって、ここにライトがついてるんですね。そうですね、珍しいですね。あのやっぱり夜とか暗い時にこっから排水のダンプする時、ああ作業とかする時もあるかもしれないということで、はいはい、こういうのがついていると。タイヤとかもなんかちょっとオフロード仕様でかっこいいですね。あのいいのがたまたま、たまたまなんですね、はい、普段はちょっとね、外れの場合はあれなんですけど、台湾製とかがついちゃうみたいな感じなんですかね。たまたまグッドイヤーでがついてたと、はい、いうことでございます。これ購入されたのは沼津のオートビジョンさん、はい、オートビジョンさんね、はい、近くなんですよね。僕も一度あの遊びに行きたいなと思うんですけれども、すごい社長で、あ、そうなんですね、社長の噂はね結構よく聞くんですよ、はい、あの自分の車のように考えてくれる、くださると、すごい人ですね、はい、近くだからいいっすよね。そうですね、あの僕たち、はい、行けちゃうんで、あっという間に行けます。でこっち回って来させていただいて、これなんかかっこいいですね。これウルーポップのやつなんですかね。光ると光るんですよ。これライト光るんですか、たまに光る光らない時もある、はい、あ、何分かでこう、あるんですね、でこちらが、あ、オーニング出されております、はい、ちょっと風が強いから、ね、結構ね持ってかれちゃってお客さんここいらっしゃるみたいです。でしょうね、3台ぐらい壊れたみたいです。突風があるということで、ここはなんか冷蔵庫とか入ってるんですか。ここはですね、ベッド下の収納で、あ、これそのままアクセスできるんですね、2段ベッドのところにそうですね、で下の方で、下がこういう感じですね、テーブルとか、うーん、で、スピーカーもついていますよっていう感じで、外部スピーカーがね、こういうのやっぱアメリカンこういうのがいいですよね、遊び心が。で、ここに AC もついてて、これはテレビのアウトプットですね、向こう後ろにインプットがついてるんですよね多分ね。でここが FF ヒーター、これは何ですか。これは冷蔵庫、あ、冷蔵庫がついてるんだ、いいですね。ビールとか冷やしてここでバーベキューやるときにね、これはもうアメリカン絶対こういうことしてくれるから。これちなみにお酒とかは飲まれるんですか、インタさん。
僕飲まないんですよ。あ、飲まないで、じゃあコーラとか入れたり。そうです、飲食店やってて。そうですよね、酒飲まないで売る方を担当になってるそれはいいですね、経費がかからないで、そうですという感じでいいでしょうかね。あと上も LED がついてて、ね、こういうあんまり見ないですからね、フォレストリバーって。ジェイコがやっぱり主流になってるから日本は、こういう外装でございます。渋いですよね、シルバーと紺と黒で、ね、いいですよね。じゃあ中の方にお邪魔させていただきたいと思います。旅する勝間岳。はい、失礼します。ここまで靴で大丈夫ですよっていう、こうウェルカムまでいいんですよね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりこれ2m30とは思えないですね。あ、ありがとうございます。2m30とは思えない広さですね、このスライドアウトがついてると。すごい。ちょっと ND フィード、ここが今入らせてもらってリビングがあるんですけれども、前がこれはキングサイズではない、クイーンとかですかね。クイーンサイズのベッドがあります。ここ基本的にメインで寝られるんですか。はい。で、これなんですか、このって上に開くんですか。上に開いて、あ、ダンパーがついてる。すごい収納力ですね、これは。いろいろ、こっちは外部からのアクセスができるんですか。ここはポンプとかが入ってる。ポンプとか入ってるから、こう仕切られてるんですね。あ、そこにアクセスができるんですね。すごい広、これはもうやばいですね、この広さは。すごい、ありがとうございます、はい。で、テレビが上についてて、これドンキのあれですね、スマートテレビっていう、チューナー付きのやつ。テレビチューナーが なくて Wi-Fi、 その中に Wi-Fi がないんですけど、ネットフリックスが見れちゃうよっていうやつって、はい、あ、こういうこのサイズもあるんですね。なんかイブさんが前に1キュッパなんか買ってた。これ1キュッパなんですか、この薄さで。あ、結構でも厚みはありますね。でこれ外すと、さっきの表にもところに載せられるようになると。で、この辺になんか Wi-Fi コネクターとかなんかいろいろ。これはでもアメリカだからあんまり使ってないですか。使えないですね。なんかあるんでしょうね、押すと本当は便利な感じので。ここも開けていいですか、はい。こんな感じです。そんなに広くないですね、ここはね。広くないです。ただ下がめちゃくちゃ広いから、そこまで、まあ、パッと取り出しやすいようなものとかをここに入れる感じです。で、ここがリビングルーム。ここが、スライドアウトがここどの辺まで来るんですか。この辺まで来ちゃうんで、もうトイレにギリギリ行けるかなっていう。ギリギリですね。うん、感じですね。ちょっと太いと無理だよって感じですね。で、これ多分モーターが下に入ってるから段差がついてるんですかね。そうです。こういう感じです。ここもベッド展開できるような感じになってると。ちょっと座ってみます。はい、座ってみるとこんな感じですね。ちょっとやっぱりここの、そうですね、圧迫感はあるけど、でもやっぱりここに横に出れる方がね、全然いいですもんね。そうですね。いや、めちゃくちゃいいっすね。こんな感じです。広いんじゃないですか、すごく。で、こちらが収納、開けて大丈夫ですか。大丈夫です。これ引っ張る感じですか。あ、ロックになってるんですね。上に開けながらって感じですかね。そうですね。あ、広長いです。めちゃくちゃ、めっちゃ出る。こっちも同じようなのがついてるってことですね。すごい、この幅まんまいっちゃうってことです ね。こっちの下も収納になってるんですか。なってるらしいんですけど、ちょっとやっぱ使い勝手悪いですね。あ、悪いですね。で、こっちが、キッチンですね、はい。で、上に、あ、エアコンがまだ、はい、これアメリカ製なので、製の30アンペアの、30アンペアないと動かない、ね、動かないやつという、どこかにつけるってなると結構確かに、今考え中、ここについたらいいですけどね。はい、そうっすね、確かにそれは難しいっすよね、どこにつけるかっていうのは。で、電子レンジも向こうのやつ、こういったの乗せ替えてる人もいらっしゃいますよね、日本のやつに。これは効きます。これも使ったことないですけど。あ、使ったことない。発電機なら動くんですよね。アメリカ用の発電機ですか。はい、そうでっかいやつ、はい。日本のじゃやっぱり厳しいってことですね。あれだらぐ動くんですけど、動く、はい。で、上の方にも収納がこんな感じでついております。これはおしゃれなコーヒーメーカーですねこんな感じと、これこういうのも置いたりで、ここがシンクになってる。そうです、はい。あ、結構深い、深めのシンクっすね。面白いですね。ねえ、で、こちらが、これはあれですね、ディスペンサー、なんだろう、消毒液入れたり。消毒液が入る、はい、コロナだから、はい、こういう感じですね。あ、
こう二口コンロですね。これも珍しいですね。やっぱこのサイズだからなんですかね。だいたい三つ口がついててみたいな。あ、でもこのブランドも初めて 見ましたね。はい、グレイストーンっていうの。かっこいいですね。この辺も。で、ここは 何もないですね。何もないです。これは何ですか。これはガスヒーターですね。あ、ここがヒーターになってる。FF ヒーターみたいな。FF ヒーターです。で、こっちも収納になってて。これはね、収納がないんですよ。なんか冷蔵庫があるところですね。そう、冷蔵庫が裏なんで。そういうことですね。だから、もうキッチンにかけるんじゃなくて、外の冷蔵庫にかけたっていう。外の冷蔵庫使いまくらないとダメですね。そうです。で、こちら側。これがヒーターとかですか。スイッチです。ヒーターのスイッチと、これがガスの探知機がついております。で、冷蔵庫がこっちからですか。あ、広いっすね。こんな感じです。普通の家の冷蔵庫とね、同じ。この冷蔵庫も初めて見ましたね。はい、そうですね。大体なんか見たことあるよ、ドメティックとかなんかいろいろあるんですけど、そういう感じなのかなと。費用はめちゃくちゃいいですか。いいですね、今のところ。スリーウェイ。2way です、ね、2way、ガスか AC か、はい、AC、DC、 12V か 100V。 あ、じゃあガスは使えないって。使えない。あー、そういう感じですね。だからコンプレッサー式のやつってことなんですかね、うん、ちょっとその英語が分かんない。多分そうだと、あの冷えがいいっていうのは多分そうだと思いますね。うん、 3way だとなんかちょっとアンモニアを気化させてみたいなやつみたいで。で、あとこっちは2段ベッドが2つついています。これ何就寝、6人ぐらい就寝なんですかね。一応そうですね、無理すれば。そういうことですよね。で、お手洗いがこちらにあると。わお、いいですね、おしゃれですね、このサーフィンの。明るくなりますね、はい、これも、これも最初からついてるんですか。それ貼ったんですよ、ムーンアイズで芯が出てたんで、ちょっと面白いな。これ有名なんですか。あの、ムーンアイズっていう車の、カスタムとかの。カスタムのありますね。あ、そういうのがある。いや、僕ごめんなさい、全然存じ上げないですけど、そういうのがあるんですね。で、こっちがシャワールーム、はい、まあ、コンパクトですよね。そうですね、こんな感じです。でも全然用は出せますっていう感じでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっと外でまた、はい、もしよかったらお値段とか教えていただけたら。わ、はい、かりました。いいですか。はい、ありがとうございます。旅する勝間岳、新田さん、いろいろ見せていただきましてありがとうございました。フォレストリバーのウルフポップのご紹介でございました。はい、これちなみにいつ納車されたの。はい、2月です。2月。あ、今年ですね。大体、はい、おいくらぐらい。ですね、510万と、まあ、オークションがいろいろついて、またこれからムーバーとかも来るんですけど、ね、そういうの合わせると600万ぐらい600弱だにはなると、はい、でちなみにですね、以前乗られてたお車が、はい、何でしたっけ。タコマ。タコマを乗られてたんですけど、ちょっとこれだと厳しいんじゃないかと。そうなんです、 2.7 だったんで。 2.7 リッター、ちょっとかったるいですよと言われて、車まで買い替える。車はこっちがタンドラ、はい、レッド車も買って、予定になかったんですけど。そうですよね、これは予定ない出費ですね、はい、けどまあでもこれを手に入れて。そうですね、思い切って行っちゃって。で、実際どうですか、はい、使用感とか。やっぱり余裕ありますね。余裕あるし、はい、トレーラーライフも。そうですね、最高っすか。はい、で、あの荷台のやっぱり使い方がいろいろできますもんね。ゴミを積んだり濡れたり。確かにそうですね、そういうのができるということでございます。これから始まるキャンピングトレーラー生活、はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。またビアギビレッジにも遊びに来てください、はい、ありがとうございます。あの URL 概要欄に僕のやってるキャンプ場を貼っときますので、ぜひよかったらね、見てくれたら嬉しいなと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。新田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。